はい、皆さんこんにちは。今回は溶接の練習をやってみたいと思います。で、ちょっとその練習用の部材を加工します。今回は、このスズキットの IMAX80、アーク溶接機ですね。10年ほど前に買ってあまり使ってなかったんですけども、今回ちょっと溶接の練習してみたいと思います。はい、溶接棒はスズキットの、スターロードの B1、低電圧用、これを使います。ちょっと久しぶりなのでうまくできるかと、ちょっと行ってみます。あ、つかないって。難しいですね。
ず一応樹溶接はできたっぽいですが、あまり綺麗ではありませんが、なかなか難しいですね。もう一個行ってみます。ちょっと穴が開いてしまいましたね。結構難しいです。じゃあさっきのと
1ミリちょっとぐらいですけどね、なかなかうまくいかないですね。とりあえず溶接はできましたが難しいです。で次に次にちょっとこの棒がつけれるかどうか。鉄の棒、釘ですけども、とりあえずなんとか溶接できたようですね。ちょっと歪んでますが、とりあえずできたかなと。で、そっか。今回は、今はまだ鉄だったんですけども、これは鉄だったんですけども、これステンレスの
棒の切れ端ですが、これをちょっと溶接したいと思います。これ5ミリぐらいあるかもしれないですね。でステンレスなので、ステンレス用の低電圧溶接棒スターロード、スズキットのスターロード S1 っていう2ミリの、やつですね。ちょっと先ほどより太いのでうまくいくか、ステンレスの溶接やってみたいと思います。ちょっと溶接電流を上げてみました。ちょっと強いかな。一応ステンレスの溶接がとりあえずできるようですね。でもちょっと難しいですね。はい、以上、今回は久しぶりに、10年以上前のスズキットの IMAX80 の溶接機で、溶接練習してみました。鉄1ミリぐらいの鉄板、それから、3ミリか4ミリぐらいですかね、鉄の棒、それから
4ミリですかね、4ミリのステンレスの棒、とりあえず、溶接はできたようです。以上、ご視聴ありがとうございました。